するしない？どうも、日向愛子です。麻雀の匠、今回のゲストは土田光翔プロです。どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ついに、はい、ツッチーがやってきましたね。本当です。よく呼んでいただきましてありがとうございます。麻雀の匠、こう一打一打自分の手進行もそうですけれども、普段麻雀中に思っていることを声に出していただくんですが、土田さん、普段かなり頭の中いろんな言葉巡ってますか？匠っていう意味分かってますか、あなた？これでなぜこの題名つけたの？第5弾ですけど、匠ってことはもう、匠ってことはどういうことなの？あの、極めてる方。それはね、問題ですよね。いやいや、もうかなりのお声いただきました。土田さんの麻雀知りたい、見たい。あの、視聴者の方で、ね、何か誤解なさってますけど、はい、私は本当に正統派なんで。自分のジャンプは皆さんと大体、思考回路は似てると思いますので、日向さんも安心して、あの、いろいろ聞いていただければ。土田さんといえば、こうイメージはチートイツなんですけれども、もうね、誤解の極地それ。あ、違うんですか？僕がね、一番好きな役は太陽ピーフ3色ですから。あらあらあら、シュンつって。横派ですから。縦ではありませんから。でも今回の匠でイメージがかなりガラッと変わって、あ、変わるんじゃないでしょうかね。しまうかもしれない。シュンツ派と呼ばれたいな。シュンツマスター出てきたんでしょ、この番組と。いや、トイツマスター初めてです。シュンツマスター新津清はまだです。あ、そうですか。はい。先に、先に、先に。あ、じゃあ今日は、あの、予想外の土田さんが出てくるかもしれない。皆さんのイメージと違う。やっぱり麻雀は両面系ですから。じゃあそちらもすべて今回はお伝えください、はい、よろしくお願いします。よく聞いてください、ね、はい、はい、それでは麻雀を打っていきましょう。それではトン1曲開始してください。皆さん手配を開けてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回 M リーグルールとなっています。満ピン層後に赤が1枚ずつ入っている。 M リーガーになった気分で打てるってのはいいですね。そうですね、はい、自分で選びましたけど、このルール。土田さん、シャーチャースタートです。ドラはリャンピン。もうこれはね、名本チートイツまっしぐらですか、今回は。そうですよ、だからもう、もうこうこうこう、あ、こうこうこう、いきなり三層数層の3から、あのね、未練を断つのがね、麻雀の醍醐味ですから。早かったですね、一巡目でもうさっさと決めるっていうね。こんなバラバラですから。あと土田さんといえば、第一弾に自敗を打たない。あれは修行中の身なんでね。あの、まだまだ先にその第一弾に自敗切るのは取っとくということ。何年間修行されてるんですか？それは平成4年からですから。かなりの年数修行されてる。もう平成が終わろうとしてますからね。27年。27年、修行されてるんですね。はいはい、いや、このチーソーも切ってしまって、まずまっしぐらですね。ピンズに寄せての。そうです。こうやってピンズ切らない川になると、はい、みんなピンズの街にしたがらないじゃないですか。確かに。それを狙ってるんですよ。印象付けてるわけですね。もうリーチ来たらマンズかソーズ。わかりやすくていいですよね。なるほど。今回も、悩むことなくノータイムでいけますね。あの、3と4持ってると、ちょっと赤嘘もあるから、はい、ちょっとなんかね、名残惜しさが残るじゃないですか、手に。それはもう、カット。潔い男なんです ね。どうせ上がれないんだ、この手は。早い。今回気になる選手、他にいますか、こう。え？親、なんちゃ、ペーちゃって、捨て牌。あのね、気にしてたらキリがないんで、うん、リーチかかってから考えようね。泣きが入ったり、リーチが入ったりするまでは。あの、トン一曲、始まりのトン一曲とか、はい、トン二曲は、ほとんど相手のことは気にしないですね。そこまで。自分の手が、あの、進行しなければやめるだけなんで、うんうんうん、あの、ただ相手の待ち方、うんうん、上がった形とか、流局して、テンパイした形を見て、その出来を測るっていうんですか。どういう打ち手なのかも含めて。そう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 。ああ、こんな、このぐらいね、みたいな、ケースもあるんだね。ああ。じゃあ、後の方がいろいろ情報が入ってくるってことですね。そう、その、これ、あの、序盤なんで、はい。
どういう入り方するのかを見たいんですよ、みんなね。うんうん、手なりで入ってきて、まず先制点を上げたいタイプなのか、それとも最初からちょっと重さを乗せてくるのか、うん、手に。そういうのを見て、チェックして、後々にね。うーん、お、リャンワン日本の声です。軽いやつがいるね。もう、ペーチャで動くなんてのはね、持ってのほかですから。そして、ダスーピン。あのね、うん、ペーチャは親の髪でしょ？はい。そこで動くってことは、よほど打てる人であれば、もう上がりが近いですよ。あ、もう天敗の可能性も高い。で、そうじゃなかったら、この人はノーマークになりますね。なるほど。はい。え、一度、この人、今回ドッポさんなんですけど、はい。この最後、ダスーピンで今 E1 はつもぎりでした。はいはい。ケアしたり、何かでこう。ケアしますよ。ドッポさんだから。ケアされる。打てる人なんで、うん、これはもう、一切、泣かれそうな範囲も含め、危ない範囲は切らない。ああ、ちょっと手が進行してくるとね。どうします？こういうのって後に切るんですか？そうですよ。切るんだ。危ない範囲の先切りはしません。一族の中ですけど。先切り、ただ。はい、今数話もつむぎり。いっぱい入ってる可能性が7割。7割？はい。そんなに超えちゃいました？はい。今親は数話合わせた。しかも、マンガンですよ。マンガン。うん。リャンピン2枚と赤が1枚入ってる手ですね。はい。まずいじゃないですか。こんなね、のんきにね、3万切ってる場合じゃないですよね、もう本当に。あ、でもそれで ?2 万はいける。何だったら、あ、積もった白、ドラドラ赤。ゴールで赤持ってったね。はい。もう大体もうこのパターンなんで、7割方もうテンパ入ってるんで、ダメですよ、ね。すごい、スタートから、確かに、本当に赤の受け入れがあったんで、はい、ありました、2004戦。では一度皆さんの手を開けていただいて進行を見ていきましょう。皆さん手早く開けてください。いや、かなり皆さんの手は整ってましたね。親はまだ苦しそう。ああ、3万切るだけあるね。ね、いい手ですね、うん、そうね。石田さん、ちょっとこれあれですね、リャンシャンですけど、ちょっと、うん、もうダメよ。厳しいスタートとなりました。さあ、今回ドッポさんの上がりから生まれました。この捨て牌と実際この手の感じ見てどうですか、うん、今回の3人の打ち手。まあ、あ、だってみんな普通にちゃんと麻雀できるなって感じですよね、うんうん、それなりの理由で3万切ってますから問題ないと思いますよね、うん、ちょっと親はちゃんと小さい4万ってこうマークしてますから。確かにそうだ。いいんじゃないですか。安心して打てるメンバーですね。いや、後半でまたいろいろ思考が増えていきそうですね、こうなると。そうですね。上茶なんで、ドッポさんの、はい、余計大変ですね、この後。考えることが、はいはい、多くなると思いますね。さあ、トン一局、まずは2000点減ってしまいましたが、この後どんな巻き返しになるか、はい、交互期待でございます。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。それでは、トン二局参りましょう。皆さん、手早く開けてください。さあ、今回土田さんはなんちゃドラは E1 です。今回手がいいですね。つまんないね。あ、つまんないですか。手がいいってことはさ、努力するなんか工夫しなきゃいけないことがないわけでしょ。どんな手にこれ仕上げるっていうイメージですか。最初に持つイメージって大事ですか。タンヤをピンフが第一本線ですけど、はい、ただリャンソーとか2万入った方が、うん、ああ、上がりやすいじゃないですか。いい両面なんだ。だから、ピンフ赤位置でいいんじゃないかなって。はい、贅沢は言えないな、まあ。これもシャーチュン切れないんですよね。切れないんじゃないの。切らないんですよね。切らない。何から行くんですか、そしたらこの手。なんて言いました。タイヤをピンフ。Q1 ってことだ。わかりやすいじゃない。そうそう、確かに。そんなわかりやすい第一ではないよ。7万なんか来るわけないんだから、そもそも。そうなんですか。ただ、老朽腕が頭になってしまった時に裏目になるっていうね。はい、うんうん、だけど、そんな頭いらない。そんなの。6万が来ればいいペコになるし。あ、確かにそうですね。なので、第一打は Q1 から。安心して切る。こうやってね、第一打安心して1、9杯とか、うん、まあ、筋の杯切れる時は、うん、いいわけですよ。月としては。あ、運がそんなに離れてないなって自分から。じゃあ今回運離れてないですね、まだ。そのチェック。あ、言いそうどうです?先に1来るかね。1、3、5。だけどこれ手配が進行して、相図のカンチャン待ちになった時は、はい。関連層にしてはいけないっていう、そういう手ですね。上がりやすいけど。関連層は上がりやすいけど、しちゃいけないなって。関数層に。先に入る分にはいいけど、努力が足りない。
ね、修行不足。かなりこの気持ちの面と努力と修行と。これいいでしょ。これあの9万から切ってて、はい、こちらが頭になるってことは、前へ進みなさいよ。もう、では、目いっぱい広げなさいよっていうサインなんですね。かなりはいと会話されて、そうですね。安全牌はもう持たなくていいよって言われてるんですね。今回、下ちゃんがね、ピンズ嫌いみたいな時代始めてだから、ピンズの町になった時が結構有利ですね。しかも、あの、チーピン引いてウーパーピンになると一番いい町になるんで、ローピンがもう一枚出てるんで、スーチーピンよりもやっぱりウーパーピンと外よりこの9ピンとパーピンの切りが早いんで、はい、やっぱりピンズの上がかなりいいですね。最後の待ちとなれば、より良くなる。はい、今回、泣きの判断は今のところなさそうですか？誰の？吉田さん以外に。泣く？僕が？泣くことないですもんね。ありえません。この手は泣きません。16巡目になっても泣きません。テンパイ取れても。あ、そうなんですか。あの、入り方なんですよ。トン1曲、トン2曲の。はい。あの、チーして、ノーテンパップもらって嬉しいのって。嬉しいです。甘いなぁ。ほんと甘いなぁ。目いっぱいに進めていきます。あのね、テンポ増やせばいいってもんじゃないの、麻雀は。あ、違うんですか？地ならし。地ならし。耕すの。はい。最初は。畑のような話になりましたね。そう、耕し方が問題なの。チーしたら、耕してない人の力借りちゃうわけでしょ。そうです。自力で耕すの。今耕してる最中。そうなの。なるほど。あ、さあペー日本の声。もううるさい男だよね。これもうピンズマンズキラって言いそう出てきました。ソーズこのあの川は、はい、まあ、ソーズの本一もしくはトイトイなんですけど、一番がドラなんで、はい、トイトイの可能性も残ってるんで、手から字が出てきたらイーシャンテンかテンパイですね。なるほど。じゃあまだ全然大丈夫。トイトイの可能性は結構あるんでね。うん、あの一色だとしたらまあよくできましたねって感じですね。こんなの泣かれたっていいんだもん。あ、さらっとパースを切りました。まあこれだけの自分が手材料ならある程度次の。何としてもこのピンズでゴールしたいなって。引きたいですね。はい。さあ、泣きが入ったあたりで他の選手の打ち方を意識はされていますが、ローピン出てきた。ますます良くなった。ローピン自分から4枚目ですね。急走親が。やる気満々でしょ。本当ですね。泣かれてもいいぞってここも切ってるんだ。親からじゃあ早いうちにリーチが来るかもしれないですか。でもそうそう、あの関係ないですね。まだ自分。ペンサーマンに振ろうがいいですよ。本望ですよ。取っとくんですね。ええ、で自分が待ちたいところはなるべく手配の中に置く。はい、これ大事ね。ポロッとこぼしちゃうといけないから。今、そっと位置変えましたもんね。ええ、自分が増したいなって思って伸ばしたいなと思うとこは中に入れて、手の邪魔にならないように。真ん中収納なんですね。あれ？ E ピンって出して変だなぁ。あ、リャンソン入った。え、いいよ。すごい、本当だ。何も出てきてないから、あと一手はいけるってことですね。全然大丈夫です。例えばここでションパイのトンとか流派来ても、つもぎりますね、はい。ポンどうぞって。え、どの形ならリーチ打ちます？だからウーパーピンだって。バンズは？スーチーピンは行きづらいですね。あ、これは行きづらい。これはダメなんだ。行きづらいんだ、うん。これはダメなんですよ。これ黙ってたらチーピンただ取りだから。ただ取り？ローピン2枚見えて、ローピン2枚見えて、はい、親チーピンパーピンでこう9ピンでしょ、うん、もう、おいちー！でもリーチしちゃうと止まっちゃう可能性あるんで。え、縦が変わるところはそんなに大事ではないです。3球でしょ？数層。数層だと、はい、うん、ピンフ黙って漫画になるんで、それをちょっとひたすら待って。なるほど、ええ、イーソーとの振り替え。そう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 。で、はい、あの、親からリーチ来たら、現物なんで、うん、はい、ちょっと、闇押し？あ、それだ、ロン、はい、カモですからね。カモちゃーん。さあ、ピンフイーペーコ赤いち、3900点、はい。はい。今回この手は、はい。積もれる自信がないでやめてしました。いい街の中では、スーパーピンはリーチなんだけど、はい、スーシーピンは闇なんですね。これあの、そうなんだ。あの、ただ取りの街なんだ。みんなから迷わず出ますもんね、いらないよって。そうそう、ウーパーピンは、こうなってて、ウーパーピンは、はい、積もれそうな街なんですけど、スーシーピンは積もれなさそうな街なんで、こういうふうに散ってるでしょ。散ってます。こういうのは嫌なんですよ。なるほど。あとまた、イーソーとスーソーの変化で、8000点の変わりもあるのと、ねね、はい、親のもしリーチが入っても、外押し続けるってことですか？外ね。あの、1万来ても1万みたいな。ドラドラも来ても切る。あ、そうなんですね。赤嘘来ても赤嘘みたいな。
で、ちょっと目立つけれども。しょうがないよね。ね、行くしかないってことですね。うん、行くしかない。だけどリーチはしちゃいけない。この手は。この手はリーチをしちゃいけない。赤い腕と8番の入れ替わりもあるから。そっか、赤入りですもんね。はい。はい、このバランスが土田プロらしさな気もしますけど。うん。あの、自分でなんかこう方針を立てて、あの、その曲の終わり方を考えて打つっていうことなんですね。あの、こうだったらこう、こうだったらこうしたいなっていうことで、どっちでもリーチっていうのはピンズが安いから行きたいんですけど、はい、それはないかなっていう。違うんですね。もしこの時に満足ついたらどうなんですか？ウーピンじゃなくて引いたのが。E1 とかの関連は。つもぎりですね、E1 は。E1 ドラはつもぎり、関連はリーチは打たない。はい。4万と2万だけはテンパイ取りますけどね。その時はリーチは？あ、しませんね。しないんだ、だってピンズで待ちたかったんだもん。ダモン。ウーパーピンでリーチしたかったんだもん。ダモン。うん、ダモン君。そうなんですね。はい、さあ、では皆さんの手を開けていただきましょう。さあ、このような手でした。もうだってこの決まりのパターンで、チュンカトンが手から出てくると、テンパイかイーシャンテンっていうね。え、でもおっしゃってた通りでしたね。はい、イーソーの手出しの後に、もう一枚自敗が出てきたりしない限り僕は意識しないって、はい、その通りでした。そして。で、この2枚切れのシャアは関係ないんで、はい、うん、この自敗はカット。あ、参考にしないと。なるほど。これがあの、やっぱり1枚切れとか2枚、1枚切れかションパイの自敗が出たらもうマーク。そして親も、イーシャンテン、確かにやる気ありましたね。急走の時にもそうだって。やる気満々だもん。ね。ね。さぞい面は、3色。ですね。しっかりしてんね。換算マンいい街だね。イーシャンテンでした。いや、今回もまた。やっぱりこういう、あの、掃除の1色をされてる方がいるときは、はい、やっぱり想図が埋まって想図で待たなくていい形になってる人が一番上がりやすいんで、想図がまだ埋まってない、想図が埋まってないっていうところがちょっと手こずるっていう、それがもう麻雀の道理ですね。本当です、実際に手こずっている、でも想図の街になった場合にリーチに行く可能性が結構みんな高いわけですよ、これは、ね、そうですよね、こんな姑息な闇電話しないわけですよご自身のこと姑息なんてそんなことないですよ。いやー、考えの中で面白いですね。今までデジタル派が多かったんですけれども、はい、耕すっていうワード、匠で初めて聞きましたもん。耕す。はい。これから親を迎えますからね。どんな風に耕していくんでしょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。はい。